そして持って、はい、ワンツースリー振ってやると消えてなくなった。これがまあシンプルに言うと種なんです。同窓生とかは、うわ先生がちっちゃくなったとか言って、めっちゃやりやすいとか言って、そうですね、いや全然違います。なんだろう、今的に漫画風に言うたら覇気の違いなんですなんか覇気が違うんですけど。アスこんにちは、空手家小池です。今回もクロスアップマジックでテレビをはじめさまざまなイベントで大活躍中の超絶技巧マジシャンのキラさんとお届けしたいと思います。今回はですね、ミスディレクションを、はい、についてちょっとまた、うん、ありますかね、マジックを少し見せていただきながら。そうですね、はい、やっぱり体験してもらうのが一番早いので、はい、今日前回もめっちゃすごかったんですけど、うん、まあ、ちょっとまた目の前で見せていただけるということでちょっと興奮しながら、また、はい、あのミスディレクションについて学んでいきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、まあ、やっぱりそのミスディレクションっていうと意識を別の方向に向けて、はい、そしてこちらが達成したいことを、まあ、スムーズに成し遂げるという技術なんですけれども、結局、まあ、ミスディレクションと言ってしまうと、なんか、なんでしょうね、見せたくないところを見せるイメージっていうか、正確に言うとですね、ちゃんと見せたいところを見せる技術なんですよ。はいはいはい、はい、見られてないところが見られない技術じゃなくて、見せるところをちゃんと見せる技術なんです。ディレクションなんですね、うん、はい、これをしっかりやれるかどうか意識してやることが大切なんですけども、まあ、ちょっと一回どんなものか体験してもらいましょうね、はいはい、まあ、シンプルなマジックですけど、はい、やってみましょう。じゃあちょっと場所を取ったら僕、はい、これ得意なんで、はい、コインとペンを使います、はい、で、まあ、コインを消すというは、そんなマジックです、シンプル、はいはい、あ、ごめんなさいよく落とすこれミスディレクションじゃないですまあある意味強烈なミスディレクションなんですけど今のところに投げれば多分投げれますけどじゃあちょっとこれいきますね。よく見といてくださいね。これ消えますよ。ワン、ツー、スリーってやりました。今消えましたよね、あのペンが本当だ、ペン消えちゃうんですね、はい、ペンが消えるんですけど、どこかで言うとほらここにありますね、ここにありますペンありますね。これまあ一瞬でびっくりされたかもしれませんじゃあもう一回いきましょうかコイン消しますね。ワン、ツー、スリーってやるとフッってやるとコインが消えてなくなってると、はい、どこかに挟んでるんですか完全になくなりましたよね、はい、どこに行ったかというとこのポケットの中ですね、ここにコインは来てると、はい、これがまあシンプルにミスディレクションを利用したマジックですね、はいはいはい、じゃあこれ今どうやってなのかちょっと解説します、しますね、はい、やり方だけ解説します、はい、こっちやると見えやすいです、はい、まあコインとペンを使ったマジックですと言いましたね。でこれからコインを消しますっていうのがミスリードっていう、はい、あの別の方向にリードしてるんですけど、あの文脈をリードしてるんですけど、はい、でまあ、ワン、ツー、スリーってやるとここを見ますよね。ワン、ツー、スリーという動きの中でペンを実はワン、ツー、スリーこのように重ねて、そうすると、まあ、コインが消えると思ってたらペンが消えるので、ペンが消えたのでペンを探しますよね、はい、そうすると、はい、ペンはどこです、ここですよって言ったらここを見ます、はい、その間にこのペコインはポケットの中にこうしまうんですね、はい、で、はい、このままの流れでじゃあ今度はちゃんとコインを消しますよ、もうないんですそして持ってて、はい、ワン、ツー、スリー振ってやると消えてなくなったこれが、まあ、シンプルに言うと種なんです。これじゃあ分解して解説するとどうなのかっていう話なんですね。まあ、ミスリードはまあいいでしょう、コインが消えますよって、これちょっとずるい方法ではありますけど、でこれ何が起こってるかというと、ワン、ツー、スリーってやりますよね。でやってる間にコインに意識がいきました、うん、ということで、これ中心視野とか周辺視野っていうことがありますよね、はい、ありますね、はい、はい、人間がそので中心視野、周辺視野はなんとなくの視界の話ですよね、はい、ぼんやりとした視界の話、中心視野は意識してそこを見てるかどうか、うん、目的のものを見てるかどうかのところの視野のことですけども、中心視野にも僕2つあるとなんと思ってまして、うん、意識的中心と無意識的な中心、うん、この2つがあると思います、うん、で、無意識的な中心というのは
本能的に見てしまうもの、例えば光ったものとか炎があったり、うん、物が動いたとか、うん、そういったものは無意識的に反応してみますよね、うん、はい、その注視があります。そしてその関心がある、うん、関心を持って人が見るところのことですね、うん、見ることです。で今回の場合はその関心を持ってコインが消えるだろうから見逃さないぞという意識を持って今見てもらいましたよね、うん、でそれを利用しています、うん、そうするとこの注視が行われると何が起こるのかというと視野狭窄現象というのが起こります。これは間違いなく起こるんですね、うん、それを利用しているんです。はいはいはい、はい、この注視が行われると何が起こるのかというと視野狭窄現象というのが起こります。これは間違いなく起こるんですね、うん、それを利用しているんです、はい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 、だから関心を持って見ていただいたらここにもう視野がキューッと小さくなりますので、うん、中心視野で物を見ますので本来だったら見えるはずのこの動きも見えなくなる、うん、それを利用して耳にかけるんですね、うん、はい、そうすると、はい、ここでペンが消えたという関心が今度はペンに行きますね。ペンを見つけなきゃいけないという関心が起こるのでそれに答えをあげるんです、はい、ここにありますよ。そうすると中心視野でここにいます。そうすると周辺視野では見えているものもコインは見えます、はいはい、そしてここですよ。で周辺視野内では見えないことを達成します、はい、そして、はい、もう持っているという先入観が起きます。持ってないだろうと思っていません。もう その思考が映る前に僕がアクションするんですね。でワンツースリーでやると消えると、はい、これが、まあ、その構造ですね、はい、で利用していることは意識的注視を作り出してそして、それを利用して視野狭窄現象が起こる。そして中心視野で見ているところにを利用してその周辺視野が見えないところで物事を達成しているのがこのミスディレクションなんですね、はい、分解するとそういうことです。はいはいはい、はい、これ格闘技でも確かにめちゃくちゃありますね。ありますね。これどうやって表現すればいいんだろうな。でもきっとあると思うんですよ。ありますね。ただその格闘技の場合多分一瞬なのかなと思うんです。その一瞬一瞬、うん、ただこれ陳者、うん、はい、ずっと中心視野で、うん、対象物を見ちゃうんで、うん、なるほど、攻撃見えてないっていう。あ、よくはい、ハイキック初心者の人って、はい、ハイキックちょんちょんちょんって軽く止めてあげたりとか、うん、ちょんって当てたりすると、うん、いや全然見えないって言うんですけど、はいはいはい、ここを通ってくるものが普通は見えないはずがないんですよ、ね、うん、なるほど。だけど大体初心者の人ってもう、はい、手足を見ようとしすぎちゃってて、なるほど、一個ずつの攻撃を見ようとするから。いやそう見ますよね。そうなんで、うん、結構簡単に当たっちゃう、当たっちゃうっていうのがあって、それがもう今のそれこそ視野狭窄現象を起こす原因の一つだったりとか、あとは、うんうん、ダメージを、蓄積させていく、はい、例えば相手にそう、ね、はい、明らかにダメージが溜まってくると、うん、相手の視野って確実に狭くなる瞬間が増えるんですよ。とある程度の選手でも起こるんで、それが、はい、なるほど、必死になるほど起こりやすくなります、うん、その相手の視界がちっちゃくなってるなっていうのが確信が持てるときって、なんかその根拠は分かるときあるんですか。その実際戦ってるときの相手の目線っていうか、そのなんていうんですかね、意識というか、こう考えてるときに、うん、はい、こう見てる選手って、はいはいはい、なんていうんですかね、正直大きく見えるんですよ。こうやって見て、こうやって構えられてるて、はいはい、なんですけど、例えば極端にですけど、うん、こうどっかをこうやって凝視出すと急にちっちゃく見えるんですよ。確かに確かに。あ
そうですね、ちょっと分かりやすくやりますね。よく同情生に、大きく見せる小さく見せるって、同じ人間なのに、はい、大きさって違うように見えるんだよっていうのを、同情生に教えるときに、実際組手で、見せてあげたりするんですけど、はいはい、ちょっとじゃあ立ってもらって、こんなんでいいですか、はい、なんでも、はいはい、結構です、ね、で僕がじゃあ攻撃する側として、うんうんはいはい、うん、あ、はいはい、こうやって立ってるときと、はいはいはい、わかりました、はい、ああ本当だ、立ってる時とかだと、あ、はいはい、うん、違いますね、こっち外から見るとそんな別に変わんないんですけど、変わんないですけど前に出すと全然違って、違いますね、違いますねで、うん、攻撃側とかも同情生とかは、うん、わ先生がちっちゃくなったとか言って、あ、めっちゃやりやすいとか言って、そうですね、いや全然違います なんだろう、今的に漫画風に言うと覇気の違いなんですよ、なんか覇気が違うんですけど、全然違いますね。そう、なんかなんで、あの本当に、強い選手とかって、うん、もう一回り二回り全然大きく見えるんですけど、あの弱い選手って、うん、すごい小さく見えますよ、うん、いや、そう言いますよね、それね。その今の構えの違いは具体的に何が一番違うんですか。はい、ちゃんと、はい、なかなか一般の人に伝わりづらいんですけど、うん、めちゃくちゃ大切なんですよ。こういうので、あのわざとこう次の攻撃をここ当てるよっていうフェイントを強く出したりとか意識的に言ってコントロールしたりするんで相手を。なるほど。で左手で上からカバーするアクション。これだともうコイン左手から右手には渡せないです。そうですね。それでももし1枚来たら来たと言ってください。はい。来た。